問8です。正式な解説は解説記事の方をご覧ください。ここでは先に答えだけ出しておきましょう。まず正極の反応で正と書きます。O2 プラス4倍の H プラス足す4倍の E マイナス、この E は電子のことです。で、2倍の H2 をまず生成する水の資料が求められてますが、このことですよね。で、この化学反応式が意味しているのが、この係数が物質量の比を表すので、4モルの電子が流れた時に2モルの水が生成するということです。で、今この問題では2モルの電子が流れた時を考えています。2モルの電子が流れた時に生成する水の物質量は4の2の時に半分ですからね。電子が2モル流れたら水は1モル生成するということです。で、水1モルの質量は H2O、 H の原子量が1、 O の原子量が16と与えられているので、ここで1が2個で2個で、ここは O が16なので18で、この18というのは1モルあたりの質量なので 18g です。生成する水の質量は今1モルですからね、 18g となります。で、次に負極の反応を見てみましょう。負極、H2 で矢印の、2倍の H プラス足す E の、2倍の E マイナス、これもここ見えないけど1があるので、2モルの電子が流れた時に1モルの水素が消費されるってことです。水素が1モル消費されると2モルの電子が流れるって考えてもいいですけどね。で、問題も2モルの電子が流れた時に消費される水素の質量を求められているので、この1モルを使えばいいです。水素の分子量は H2 の式、分子量は H が1なので、それが2から2ですよね。で、1モルだったら 2g ということになります。消費される水素の質量は 2g ということで答えです。